いい感じで盛り上がってくれてますけども、ちょっとね、ありがとうございます。さあ、はい、もう12月、はい、年末になりましたけども、いや早いっすね、本当に早いね、もうあっという間に今年終わってしまいますけど、うん、まあこの今月になってね、うん、あのいろんなことがあったんですけど、あのこの間そうそう、んあの元ココナッツ娘の綾香さんと、私ねさっきブログを、毎日のブログ見てたら結婚っていうタイトルがあって、なんだろうと思って見たら、綾香とね仲良し3人組、綾香と毎日で私と仲いいんですけど、はい、3人のはずが綾香とご飯に行きました。毎日これ何やだー、この話ブログで知ったんだけど、あーそれ一番嫌なパターンだよね、ブログで知るって、ちょっとこれ何っつって、そしたらね、違う、ま、言い訳をして、言い訳言い訳だから、まあ、で仕事が終わって綾香から前から電話かかってきてたんだけど、うん、あの折り返しても綾香が出なかったりとかそういうのあるじゃん、こう行き違い、うん、で綾香にたまたま電話したら、綾香が、まあ、それでまあ夜9時ぐらいだったんだけど、うん、綾香が出て、あのあ元気みたいな話になって、でいや私今からお腹空いたから一人でご飯食べに行こうと思うんだよねって前が言ったの、うん、まあ寂しいな、そうなんですよまあ特に誰も いなくて、うん、そしたら綾香が、いや私表参道で一人でご飯食べてると、いやいやあなた新妻でしょみたいな、おいおい、じゃあ綾香、まあ、たまたまねその時は、まあ、あの旦那さんはいなかったみたいで、一、うん、人で表参道でご飯、あの子結構アメリカンなんで、そういうの大丈夫なんですよ、で私じゃあ一緒に行くわっつって、で行って食べて、でまあいろんな話、そう、その時にさ、うん、あちょっとよし電話しようかなとかなんかいやなんかここ暑いねすごい逃げた逃げた暑いな、でだから私、違う違う違う、そうさっき楽屋で写真撮って、そうそう、私ともご飯行ってねって綾香に送っといたから、あそう、ね、ちょっと拗ねたよ、あー分かる、軽く拗ねおだよ、いやでもさなんかだってさそういう時あるじゃん、ヨッシーと綾香がなんか2人でつるんでつるんでって言い方よくないで行く時だってあるじゃん、まあ、ありますよね、そう、まあ、それでもあればさ、で、マイとヨッシーで行って、うん、綾香にね、ちょっと集合かかんなかったら綾香すごい怒ってね、そうね、それもあったよね、前もあったよね、ほら、うん、リカちゃんとヨッシーとマイ3人で、うん、ご飯、あのご飯行って綾香からメールが来たの、来たの一斉に来たのね、だけど、一斉に来たんだけど、マイチにだけ来なかったの、そう、ひどくない？しかもその内容が、携帯変えたよっていう、それだけなのでもそこはそれ重要だよね、 その些細な報告をするし合うのが仲間じゃねえのみたいな、そこにヨッシーとリカちゃんがね、新メンバーのリカちゃん新メンバーのリカ、確かに新メンバーだよね、新メンバーなのか旧メンバーなのかよくわかんないですけど、2人に来て私に来なくてみたいな、まあね、っていうかね、こういう話をしようとしてたわけじゃなくて、ないの違う話で、まあでもいいですよ、まあこんな話も、そうそう、なんかいい話をね、うん、あの今したけど、まあそんな私の愉快な生活をですね、あのスタブローの方であの拝見できますので、皆さんぜひブログの方拝見よろしくお願いします、そして私がよし、はい、私最近あのお仕事でワイハーの方に行ったんですよ、わあかっこいいね、でも超過酷で1泊3日っていうすごい大変だったんですけど、うんね、で、そこで初体験をしたんですけど、うん、素敵じゃないですか、サーフィンをね、はい、初めて乗ったんですよ、うん、サーフィンやられた方ってやったことあるって方結構いらっしゃいます、あ全然見えないですね、手挙げてあーはいはい、あーはい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 、あでもそんなにあれか、あそんなにいない触れ合う機会はないのか、サーフィンに、そうだよね、でね、やれたんですよ、ハワイで最高な、ね、はいはいはい、天気が良くて、はい、いい波もね、初心者用の波が来てて、はいはい、やっぱね、私ね、ちょっと自信ついたね、いや、よし、私もそれ見させていただきましたけど、すごい上手でしたよね、あの、1回で立てたことがすごい嬉しくて、うん、いや、すごいよ、うん、もうそれで、さっきリカちゃんもあの調子に乗るとやるって言ってたけど、はい、私も結構調子に乗るタイプなんで、はい、ちょっともうサーフィン始めようかなみたいなでも一つ ね、ちょっとパド筋っていうものを鍛えないといけないんで、何どこ筋パド筋ってこう、こぐじゃん、こうやって、はい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 、あの、ここの筋肉をね、ちょっと鍛えなきゃいけないから、でもここを鍛えるのはいいんじゃないですか、女性としては、女性もね、いろいろあると思うんですけども、うんうん、そう、フットサルでこっち鍛えたんで、ね、全体的にはこっち鍛え気味なんで、はい、今度は上半身鍛えていきたいなと、うん、かっこいいね、思いますよ、で、プラマイゼロみたいなね
ちょっとおかしくない？ちょっと違う。ちょっと違うんじゃないかな。そう。私も深くそこは突っ込めないんだけど、まあお互い頭がいいもので、はい、ね、はい、まあ、そんなこんなが、まあ、近況あるんですけども、はい、今日のコンサートもこれから長いんで、はい、皆さんも思い切り体力を今日は思い切り存分に使い果たして帰ってください。はい、はい、というわけでじゃあ続いていきますか。そうですか、うん、いきますよ続いてはですね、里田舞と今野あそみがこの曲をお届けします。どうぞ。